どうも、石川です。はい、これより登録販売者実践講座始めていきたいと思います。はい、こちらの講座では、もう現場で、頑張っている登録販売者、薬剤師の方、そんな方たちの向けにですね、お薬のこと、現場のこと、いろんなお話をしていきたいなと思います。はい、それでは今回は、プロドラッグについてお話をしていきたいと思います。皆さん、プロドラッグって聞いたことはありますでしょうか？どうですかね。例えば、ロキソニン、あれ、プロドラッグなんですよ。で、そんなプロドラッグ、なんだろう、プロのお薬、なんですかねっていうところでは、まず言葉の意味、簡単に確認していきます。はい、〇〇を増加させるために、体内から患部に到達するまでの間に、薬効成分が〇〇されないように化学構造を変換したお薬というのがプロドラッグというものになりまして、じゃあこの〇〇何が入ると思います？皆さんどうですか？はい、では行きますよ。はい、〇〇をというところでは、ここでは、有効性、お薬の有効性ですね。お薬の有効性を増加させるために、体内に、入りますよね。体内に吸収されて、そして、患部に、必要な患部のところに到達するまでの間に、薬効成分というのが、そう。肝臓などで代謝されちゃいますよね。そう。代謝されないように、化学構造を変換したお薬のことを、プロドラッグというふうに言っていきます。そうなんですよ。じゃあなんでっていうと、有効性を増加させるためなんですよ。そう。なので目的としては、有効性を増大させることによって、安定性をアップさせたりとか、あとは吸収性をアップさせたり、さらには副作用を軽減したりとか、そういうような、まあ他にもいろんな目的があるんですけど、そのような目的を、期待して、このプロドラッグというのが作られております。なので、イメージ、ちょっと下に、書いてみました。例えば、お薬。通常のお薬ありまして、そのお薬がですね、例えば副作用が出やすいなとか、あとは吸収性が悪いなとか、そういったところで、このお薬をちょっと改造していきます。どういうふうに改造していくかというと、化学的な構造で何か置換器と呼ばれるか、要は何か別の物質を何か貼り付けていくんですね。で、それがプロドラッグ化という形で、その通常のお薬の形に何か別のものをなんかペタペタペタっとくっつけていく、そんなものをプロドラッグというふうに言っていきます。で、この段階では、まだ、薬効ですね。お薬の薬効というのは、まだ、特に効果はありません。薬効はありません。薬効なしですね。薬効なしです。この状態ではまだ薬効がありません。でも、代謝されてくると。その、先ほど、なんかくっつけた、四角いっぽいのありますよね。それが外れて、そして、薬効が現れてくると。薬効ありですね。薬効が現れてくる。そんなお薬がプロドラッグというものになっております。はい。なので、化学的な構造を少し変化させることによって、薬効を表してくる。そんなものが、このプロドラッグというものになりまして、先ほど、例で簡単にお話ししましたよね。例えば、ロキソニンとかがありますよ、というところでは、例えば、ロキソニン、ロキソプロフェンナトリウムという正式名称です。こちらはですね、トランス OH 体と呼ばれる、ちょっと難しいですね。化学的な構造のものがありまして、それを、副作用を軽減する目的で、ロキソプロフェンナトリウムというものを開発しました。あとは、他にも、例えば女性ホルモンでエステラジオールありますよね。はい、そんなエステラジオールの吸収性を高めるために、エチニルエステラジオールとかっていうものも、ございます。あとは他にもですね、例えばチアミンなんでしたっけ？そうですね。チアミン、ビタミン A でしたね。はい、そんなチアミン塩化物塩酸塩ってやつがあるんですよ。ちょっとややこしいですね。で、その吸収性を高めるために、フルスルチアミン塩酸塩というものがございまして、こういったものがプロドラッグと呼ばれるものになります。なので、医療用のものが多いです。一般用のものはですね、まだ僕一部しか出てきておりませんけど、そういった、ものがですね、これから、市販薬でどんどん登場してきますので、そんなものがプロドラッグと呼ばれるものなんだな、というところをぜひぜひ知っておいていただきたいなと思います。皆さんなんとなくご理解いただけましたでしょうか？はい、ということで、こんな感じで皆さん、プロドラッグ、ね、明日からもうプロドラッグはもう大丈夫ですよね。はい、ということで、皆様、本日は動画を見ていただきましてありがとうございました。また、
お会いいたしましょう。では。